久保さん。まあ何百万回発信しても、やらない人はやらないんで、足りないですね。<laughs> まあ、尽きないってことですね。尽きないと。発信は尽きないとだから。あの、まあビジネスの世界だったりとか、なんだろうな。あまあどんな世界でもそうなんですけど、うん、例えば、うーん、 会社で真面目に働く人もいれば、会社で真面目に働かない、サボる人もいる。えー、犯罪する人もいる。うん、犯罪しない人もいる。だから世の中って、僕はあの、なんだろうな、矢沢永吉さんのね、言葉が非常に、昔の日産の CM のあー、矢沢永吉さんの言葉がめちゃめちゃ好きなんですけど、世の中には2種類の人間がいると。やる人間か、やらない人間かと。 確かにやる人生っていうのはいろんなことがあるかもしれないけど、うーん、やっちゃう人生の方が楽しかったぜ、楽しいぜと、やっちゃいにさんみたいなね。だからその CM めっちゃ僕好きなんですけど、あーまあそれね、YouTube でアップしてるんでね、見てほしいですね。ど、なんかでアップしてると思うんですけど、僕めちゃめちゃそれ好きっすね。確かに、あの、やらない方が、 何も困難もないし、何も指さされることもないだろうし、アンチもないだろうし、何もないと思うぞ。うん、日々変わらない日々なんですよね。だけど、やらなければ新しい収入も得られないし、新しい人生もそこには開けないってことですね。だから僕も鹿児島に来てなかったら今はないですから、でも、鹿児島に来たことによって、いろんな苦難、苦難がめちゃくちゃありました。この4年ですかね。 まあこれからもあるでしょうけれども、でも僕はあ、人と違う人生を送りたいので、まあこれからも挑戦して何かチャレンジしていく、やっていく、うー、まあ発信し続ける。まあこれはもうやめないですよね。なんでや、なんでやめないのか、やり続けるのか。うん、それはそっちの方が楽しい人生を送れると僕は思ってるからです。逆に言うと何も挑戦しない人生の方が最低な人生だと思います。うん。だからその、 挑戦とか失敗を恐れる人生より、うーん、なんだろうなうん。たとえそこに失敗があったとしても、たとえそこに苦難があったとしてもん、やりたいことをやってみる、やってみたっていうことの方が、うーん、後悔はないんじゃないかなっていう死ぬ間際はね。うん。だから久保さんとか僕もよく言いますけど、今日死んでも後悔ないっていうのは、日々やりきってるんで <laughs>。 日々やっちゃってるんで <laughs>。だから今日死んでも後悔はないですね。う全力で生きてるし、全力でやってるし。うん。だから、なんだろうな。うん、まあ、一つ僕が後悔することがあるとするならば、やっぱこ去年か。去年僕あの、うん、車で北海道こう、道の駅全制覇して、えー、車でぐるぐる回ろうと計画してたんですけど、やっぱコロナが出てね、まあそれが無理で、今年も、 どうなのかなっていうところあるんですけど、何があるかわかんないですよ。だから唯一あるとするならば、そこですよね。全国回りきれてないっていう。久保さんはもう回りきってるんで、いいっすね。<laughs> よかったっすね。だから後悔があるとするならばそこですね。日本っていう国に生まれて、まだ行ったことがないところがあるっていう。だから47都道府県セミナーも今止まっちゃってるんで、あと30件ぐらいあるんですよ。都道府県。やってないところが。だからそこで、それも全部完結させたいんで、 うん、だけど、まあ、世の中いろいろ変わるわけですから。うん。たぶんほんとね、うん、やっちゃった方がいいと思いますよ。うん。はい。いってらっしゃい。